ルシアン・ビュイス、ルシアン・ビュイスは、ベルギー、ボンテルヘム出身の元自転車競技選手。1913年のツールド・フランスで、総合3位に入ったマルセル・ビュイスの弟で、6日間レースにおいて、通算9勝の実績を誇る、アルベール・ビュイスのおじにあたる。1923年のツールド・フランスにおいて、第8ステージを制し、総合8位。その後、 1924年及び1925年のツールド・フランスを制したオッタビオ・ボテッキアのドメスティックを主に務めながら同レースにおいて1924年3位、1925年2位の成績を残した。1926年のツールド・フランスでは第10ステージにおいて3連覇を狙うボテッキアを差し置き嵐が吹き荒れるダスパン峠で集団から抜け出し、 解消。一方、ボテッキアは同ステージで棄権した。さらに続く第11ステージも制し、最後はニコラ・フランツに1時間22分25秒の差をつけて総合優勝を果たした。また、1926年のツールでは兄マルセルに加え総合9位に入り、第1から2ステージまで総合首位だった弟のジュール・ピュイスも参加している。 ありがとうございます。